はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第17弾をお送りします。で、今回はね、この5つの熟語をやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では早速ね、1番の意味やっていきましょう。で、まず1番がアットワンスです。アットワンスで、これまあ塊で使うとすぐにという意味になります。まあよく出てくるんでね、覚えておいてください。アットワンスですぐにです。で、2番はもうものすごい有名なね、あ、ラットアウですね。あ、ラットアウで、これでやると、まず大丈夫か、もうたくさんので、このシリーズで取り上げてる、まあ、熟語ね、どれも大事なんですけど、まあ、トップクラスで覚えてほしいぐらいによく出てきます。アラターブね。で、これは、まあ、同じやつがあるので、まあ、それ覚えてもらおうかなと思うんですけど、まあ、きっかけ英熟語のね、シリーズの方でもやった内容になるんですが、たくさんのっていうやつ、まあ、熟語じゃなくて単語の方ね、でやっていくと、まあ、覚えてほしいのはメニーですよね。と、マーチです。この2つ同じです。たくさんのほにゃららっていう言い方になるんですが、まあ、この2つのね、ちょっと使い方の違いもね、せっかくなんで確認しておきましょう。メニーは、これ、ね、書き順間違ったね、これ。加算名詞、数えられる名詞で使います。で、マーチは、こっちは不加算名詞。数えられない名詞で使う。で、アラタ、これは両方使います。加算名詞も不加算名詞も。だからすごく使いやすいんだよね。どっちかの考えなくていいから、そこは。で、まあ、加算名詞、基本的に数えられるものの方が多いです。英語の中では。だから、不加算名詞、数えられない名詞を何種類か覚えておけばいい。で、有名なのはまず、ウォーターですね。水。だから、ま、たくさんの水っていう時は、much water って言います。あとは、money、お金です。とかがよく有名。深さんね、数えられない方だと。で、あとですね、まあ、ラットアーブにすごく似てるんですけど、このラッツアーブですね、これラットアーブと同じです。同じなんですけど、こっちの方がちょっと砕けた印象がある。で、たまに出てきます。これも出てくるから、あ、ラットアーブと同じなんだと思ってもらえたらいいんですけど、基本的にはこっちの方が圧倒的に見る量が多いです。あれ、個人的な意見ね。だけど。まあ、せっかくなんでね、似てるんで覚えちゃってください。まあ、これはあらた。で、たくさんのとなります。で、次が、look like ですね。これもよく出る。で、これはですね、look と like をそれぞれちゃんと覚えてほしくって、それがくっついただけなんだよ。look like ね。で、look ってのは見るとか、まあ、見えるとかっていう意味になるんですが、like の方が大事で、like ってもともと好きっていう意味が圧倒的によく出てくるじゃないですか。ね、like。でも、もう一個重要な意味として、ほにゃららのようにっていう意味があります。like には。だから、そっちの意味を使って、ほにゃららのように見えるっていう意味になります。look like。それがくっついてるからね。ほにゃららのようにと見えるがくっついてこうなる。っていう風に覚えてください。で、今回の中で一番まあ重要っていうか覚えることがね、少し多いのが、これ4番。than any other ほにゃららです。than any other ほにゃらら。で、覚えることが、多いというか、こういう風に出題されやすいですよっていうのを紹介していきます。で、まず、この、まあ、このね、熟語でまず覚えてもらおうか。これが、他の、どの、ほにゃららよりもっていう、熟語、まあ、意味になります。ただ、これだけで覚えておくと、出てくるじゃないですか。ピンと来にくいんですよね、ちょっと。で、なので、まあ、使い方の方を紹介したいなと思うんですけど、これ、残使ってるんですよ。で、これ、比較級なんですよね。そう、比較級。中2で習う比較級です。で、比較級、最上級、またアザーズ文ぐらいでセットでね、勉強するんですけど、比較と最上の書き換え問題でよく出てきます。この than any other です。例えば、どっちから書くかな？最上級から書いてみようか。どうしよう、例文だよね。例えば、he is
最上級ね。だから、ザプラス EST。トーレス。一番背が高い。ボイ。一応つけるか。in his class。He is the tallest boy in his class。っていう文があります。意味は、彼は、ザ、EST なんで最上級です。一番、最も背が高い男の子。in his class。彼のクラスの中で。だから、彼はクラスの中で一番背が高いよ。っていう、一番だから最上級ですよね。の文になってます。で、これを、今最上級使ってますけど、比較級を使って、同じ意味、同様の意味の書き換えをしなさいみたいな。問題よく出てくるんです。この比較と最上の書き換えね。で、その時に、この than any other を使ってください。で、どうやるかっていうと、he is。ここまで同じですね。で、比較級なので er を使います。なので、he is taller ですね。比較級は er プラス than がルールなので、er 使って than いきます。than、ちょっと行書いてごめんね。any other で、他のどのほにゃらら、今男の子の話をしてるから、boy が来ます。boy。ちょっと3行乗っても本当申し訳ない。in his、右入ったかな。まあ、いっか。ピリオドが、ちっちゃい。he is taller than any other boy in his class。っていう文。これで書き換えが完了なんです。で、今使ったね、今覚えた than any other、どこで使ったかっていうと、ここです。than any other boy。他のどの男の子よりも背が高いっていう。結局意味としては最初に似てるんですけど、よりもを使ってるから比較級なんです。ただ、他の誰よりも、誰と、全部と比べても一番背が高いっていう風になるんで、最上の意味になる。比較級を使ってるんだけどね。だからこういう書き換えができますので、ぜひ、これまあ、この例文でも、そのままでも構わないですし、覚えてもらって、そういう時に使うんだっていう。than any other。よく参考書は単語集、熟語集とかに、than any other ほにゃららって載ってるんです。載ってるんですけど、ここだけ覚えててもあまり使えないんですよね。だったらそういう時は例文で、こうやってね、覚えてもらった方が頭に残りやすいし、使いやすい、自分で。と思ってるので、まあ、もしよかったらね、この例文も一緒に覚えちゃってください。では、行きましょう。で、最後、by oneself ですね。by oneself。で、そうだ。これですね。ちょっと今、付け足しでいい。ここね、than any other の後に、ここ、単数で書くのが基本的なルールです。ただ、自分そう思ってたんですけど、この動画撮る前にネットで調べてたら、ここのスタートの主語、ここが複数になると、ここも複数になるそうです。連動して。そう。ただ、やっぱり、中学校の範囲の例文を見てると、ほとんどがここも単数というか、ね、で来るので、ここは基本的に than any other の後は単数のものが来るというふうに覚えちゃって、特に問題はないかなと思います。ごめんね、言い忘れた。はい、では改めて5番ね、最後行きましょう。まあ、by oneself です。で、これまず意味から言っちゃうか。意味が、一人でです。一人で。ただ、英語の文の中で使うとき、by oneself で使うことあんまりないです。どう使うかっていうか、言うと、赤。うん。まあいいや。あとで消しちゃいますけど。by myself とか、by himself。こんな感じで使います。で、何が変わるか。まあどうやって変わるかっていうと、文があるじゃないですか。の主語が I。私は一人でほにゃららするっていうときは myself なんです。I, my, me, my の my ね。で、彼が一人でやるときは、himself を使ってください。こういった感じで oneself のところ one はね、変える必要があるんですが、そういうふうに使うって覚えておいてください。はい、という感じで、今回はね、きっかけ英単語、熟語17段か、お送りしました。そう、消すのをね、また用意しなかった。ちょっと待ってね。あ、どこ行った？あった。よいしょ。
で、毎回毎回ね、話してますけど、まあ、20まででこのシリーズ終わりになるので、あと3つですね。で、終了となります。よいしょ。ラッツオーバーいいね。で、これ、加算不加算で、まあ、動画見てくれた方はね、わかると思うので、まあ、よかったらテストで使ってください。こうか。よいしょ。こんな感じでいいかな。はい、では改めました。改めてになりますが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回18段ね、また撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。